ナンバーアンダーラインアイ、テキスト、エンハイプンなど出演。NHK ミュージックエキスポ2024、アジア最大級の音楽イベントが再び NHK ホールで開催。2024年8月22日午後10時、世界中の音楽ファンが待ち望んだ夜が訪れます。今年も NHK は、夢のライブイベント、NHK ミュージックエキスポを開催します。昨年の第1回で、 世界中のファンから大きな反響を呼んだこの特別番組が今年もさらにスケールアップして帰ってきます。今年の会場は昨年の NHK101 スタジオから NHK ホルへと移され2日間にわたる豪華なライブが予定されています。NHK ホルという大規模な舞台で繰り広げられるこのイベントにはアジアを代表するアーティストたちが一堂に会し一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露します。 昨年の成功を受けて、今年はさらに多くの観客を迎え入れるため、会場を NHK ホールに移し、2日間にわたる大規模なライブイベントが開催されます。出演者は、アジア各国から世界的な人気を誇るアーティストたちが揃います。今年デビューし、アメリカのコーチェラフェスティバルへの出演も大きな話題となったナンバーアンダーラインアイや、アメリカのビルボードに a 0 0チャートで1位を記録したト o m o r r o w x t o g e t h などが参加し、日本、 韓国、中国、タイからのグローバルアーティストだ地が一同に会する貴重な機会です。さらに、この NHK ミュージサーキポーでは、各国のアーティスト同士が交流し合う特別な企画も用意されています。これにより、普段は見ることのできないコラボレーションが実現し、視聴者にとって忘れられない一夜となるでしょう。第2回目となる今年の NHK ミュージックエキスポは、 昨年を超える感動と興奮を提供すること間違いありません。アジアを代表するアーティストたちが集うこのイベントは、音楽ファンにとっての夢の舞台です。世界各国の音楽シーンが一堂に会することで、音楽の持つ力と魅力を再確認する機会となります。出演者は、ウェーブイ、XG、ナンバーアンダーラインアイ、リーズ、エルイスセラフィム、イリット、新しい学校のリーダーズ、 エンハイプン、トゥモローエックストゥギャザー、ブライト、ミーアイといった豪華な顔ぶれです。今回のイベントの司会を務めるのは、南海キャンディーズの山里亮太さんです。彼のユーモアあふれる司会進行が、イベント全体の雰囲気を一層盛り上げてくれることでしょう。また、観覧希望者には、NHK のホームページからの申し込みが可能です。締め切りは7月17日、水曜日、 午後11時59分までとなっており、アクセスが集中した時間帯には一部の方が申し込みできなかったため、締め切りを1日延長するという対応も行われました。このような大規模な音楽イベントは、出演アーティストだけでなく、観客にとっても特別な体験となります。ライブパフォーマンスは、アーティストと観客が一体となって楽しむことで、さらにその魅力を増すのです。特に、 今年は NHK ホルという大規模な会場での開催ということもあり、音響や照明といった演出面でも一段と力が入ることでしょう。さらに、今年の NHK ミュージックエキスポでは、各国のアーティストが交流する特別企画が用意されています。これにより、普段は見ることのできない異文化間のコラボレーションが実現し、視聴者にとっても新鮮な驚きと感動を提供することができます。 音楽は言語や国境を越えて人々をつなげる力があり、こうしたイベントはその力を最大限に発揮する場となります。また、アジアのアーティストたちが世界的な舞台で活躍する姿は、多くの若い世代にとっての希望や目標となるでしょう。特に、日本や韓国、中国、タイといったアジア各国のアーティストたちが一堂に会することで、音楽の多様性や可能性を再確認することができます。そして、 こうしたイベントを通じて、新たな才能が発掘され、さらなる音楽の発展に寄与することを期待しています。音楽の力は、時に言葉以上の影響力を持ちます。人々の心を動かし、つながりを生む音楽の魔法は、こうしたイベントを通じて一層強く感じられることでしょう。今年の NHK ミュージックエキスポも、多くの人々にとっての特別な夜となり、 音楽の持つ力を再認識する貴重な機会となることを期待しています。最後に、このイベントの成功を願い、関係者の皆様のご尽力に感謝いたします。そして、視聴者の皆様にも、この特別なライブを通じて、音楽の素晴らしさを感じていただければ幸いです。このイベントの成功は、単にエンターテインメントとしてだけでなく、音楽業界全体にとっても大きな意味を持ちます。 アジアのアーティストたちが世界の舞台で輝く姿は、今後の音楽シーンにおいても重要なインパクトを与えることでしょう。また、このようなイベントが繰り返し開催されることで、国際的な音楽交流がさらに活発になり、新たなコラボレーションやプロジェクトが生まれる可能性もあります。NHK が主催する n h k ミュージックエキスポは、音楽ファンにとっての一大イベントであり、毎年多くの期待が寄せられています。 今年も多くのファンがこの特別な夜を心待ちにしており、その期待に応えるべく、出演者たちも全力でパフォーマンスを披露することでしょう。特に昨年の第1回目が成功裏に終わったことから、今年のイベントにも大きな期待が寄せられています。今年の出演者たちは、それぞれが独自のスタイルと魅力を持っており、観客を魅了すること間違いありません。ウェーブイ、v、は、 その斬新な音楽とダンスパフォーマンスで国際的な人気を博しており、エクス G はエネルギッシュなステージで観客を圧倒することでしょう。ナンバーアンダーラインアイは、その独自の音楽センスとパフォーマンスで多くのファンを魅了しており、リーズやエルイスセラフィムも、それぞれの個性を生かしたステージを展開することでしょう。また、二日目には、イリットや新しい学校のリーダーズ、エンハイプン、トゥモロー X トゥギャザー、ブライト、 ミー、アイといったアーティストたちが出演し、観客を熱狂させることが期待されます。これらのアーティストたちは、それぞれが異なるバックグラウンドを持ち、様々な音楽スタイルを融合させたパフォーマンスを披露します。観客は、その多様性と創造性に驚き、感動することでしょう。司会を務める山里亮太さんも、観客とのコミュニケーションを大切にしながら、イベント全体を盛り上げる役割を果たします。 彼のユーモアと人柄が観客との距離を縮め会場全体を一体感で包むことでしょう。また、ライブパフォーマンスだけでなく各アーティストの舞台裏の様子やインタビューも交えながら視聴者にとっての特別な体験を提供します。このような大規模なイベントの成功には出演者だけでなくスタッフや関係者の努力も欠かせません。舞台装置や音響、照明といった細部に至るまでの準備が イベント全体の質を高める要因となります特に NHK ホルという大規模な会場での開催となる今年はこれまで以上に入念な準備が行われていることでしょう視聴者の皆さんもぜひこの特別なライブを楽しみながら音楽の持つ力と魅力を感じてください音楽は人々の心をつなげ感動を共有する力がありますこの NHK ミュージックエキスポを通じて 多くの人々がその力を再認識し、音楽の素晴らしさを感じることができるよう願っています。最後に、このイベントが成功理に終わることを祈りつつ、出演者、スタッフ、そして視聴者の皆さんに感謝の気持ちを伝えたいと思います。音楽の持つ力と可能性を信じ、共にこの特別な夜を楽しみましょう。